ケイリー・グラント、ケイリー・グラント、ケイリー・グラント、1904年1月18日から1986年11月29日は、イギリス出身の俳優。アーチボルド・アレグザンダー・リーチ、アーチボルド・アレクサンダー・リーチとして、イギリスのブリストルで生まれ、混乱した、不幸な幼年期を過ごす。ケイリーが9歳の時、母親が、精神疾患が原因で、 行方不明となり、父親はケイリーに真実を話さなかった。ケイリーが母親の生存を知ったのは、ケイリーが三十一歳になってからのことであった。父親はケイリーが十歳の時に息子を捨て、後に別の女性と再婚してしまう。母親の失踪は、以後、ケイリーの私生活、特に女性関係や秘密主義に影響し、それはまた魅力ともなった。そのような特質は、 ケイリーの演技に直接現れ、アルフレッド・ヒッチコック作品などで垣間見ることができる。ケイリーは、その不幸な幼年期の経験から賞賛と注目を、渇望するようになり、人々の目を引きつける新しい人格を作り上げた。1918年に、ブリストルのフェアフィールドスクールから、奉公処分を受けた後、ボブ・ペンダー演劇一座に加わる。 ケイリーは一座と共に2年間のアメリカ公演旅行を行った。一座はイギリスに戻ったが、ケイリーはアメリカに泊まった。ケイリーは俳優として独立し、上流階級のアクセントを混ぜたユニークなアクセントと人物像を作り出した。ブロードウェイのコメディで成功を収めた後、1931年にハリウッドでの仕事を得て、ケイリー・グラントの芸名を使い始めた。 1932年には早くも、ジョセフ・フォン・スタンバーグのブロンド・ビナスで、マレーネ・ネディ・トリヒラと共演。1935年には、ジョージ・キューカーのダンで、キャサリン・ヘプバーンと共。以後も、ジョージ・キューカー、ハワード・ホークス、ジョージ・スティーブンズ、スタンリー・同年などの監督作品で活躍した。1941年の愛のアルバムと1945年の 孤独な心ではアカデミー主演団優勝にノミネートされたが受賞はしていない。また、アルフレッド・ヒッチコックのお気に入りで断崖、汚名、泥棒なり金、北北西に進路を取れの4本に出演している。1950年代には自身の制作会社グランナート・プロダクションズを設立し、配給も手がけた。グラントはスタジオシステムを抜け出して成功した初めての俳優と、 言える俳優のローレンス・オリビエとは同じギリス人のヨシで長年親交があった。ケイリーはスター、オリビエは演技派と評され俳優としては別々な道を歩んだがオリビエはグラントのことを映画が始まってすぐに演出に頼らず観客にこの人のようになりたいと思わせることができる唯一の俳優との賛辞を送っている。 スターでありながら大変な倹約家で、レストランではなく、撮影所内の食堂で食事をした。また、撮影でホテル住まいになると、会社が用意した高級ホテルをキャンセルし、格下の普通ランクのホテルに滞在。その宿泊料の差額を正確に要求した。1965年10月に映画、歩け走るな。引退作の日本ロケで来日し、 その後1971年にも来日している。1970年にアカデミー名誉賞を受賞。1986年、アイオワ州ダベンポートでの劇場賞のリハーサル中に倒れ、病院に運ばれたが脳卒中で急性した。葬儀では仮装され、異界はカリフォルニア州の大地に巻かれた。ハリウッドに所在する。 ソニーピクチャーズエンタテインメント内のダビングスタジオには、グラントの名を冠した、ケイリー・グラントシアター、ケリー・グラントシアターがところある。1932年に、ランドルフ・スコットと出会い、12年間にわたる、共同生活で友情を深めた。マーク・エリオットなど、幾人かの電気作家や、当時の関係者は、彼らの関係が性的なもので、ケイリーはゲイだったと主張したが、 その真偽は明らかになっていない。後に、テレビのインタビューでチェビー・チェイスがグラントとゲイに関するジョークを発言した際、グラントは発言に対して訴えを起こしている。1942年6月26日にアメリカに帰化し、市民権を得る。結婚は誤解している。1934年に女優のバージニア・チェリルと結婚するが、翌年離婚。 1942年に裕福な社交界の名士で大富豪であったバーバラ・ハットンと結婚した。ケイリーは二度目、バーバラは三度目の結婚であった。ケイリーは彼女の息子ランス・レベンスローの義理の父親となり、その生涯に影響を与えた。バーバラとの結婚により、コニーアイランドのアイスクリーム売りが億万長者になった。と、ごしっかみに書かれ、 私が貧しい育ちだからこんなことを書かれるのかと衝撃を受けた。4年で結婚生活は終わったが、その間、バーバラに支払いを頼ることは一切しなかった。生涯で7回結婚したバーバラに後年、私の資産を当てにしなかったのは、ケイリー・グラントだけ。そして、私の資産ではなく、私自身を見てくれた男性も彼だけだったと言わしめた。 1949年には女優のベッチ・ドレークと再婚。二人はグラントの生涯で最も長い結婚生活を送ったが、1962年に離婚した。1965年には女優のダイアン・キャノンと駆け落ちし、翌年には娘ジェニファーが生まれるが、結婚生活はすでに破綻しており、最終的には1968年に離婚した。 娘の親権について、その50年もの間争うことになる。1981年には、長年のパートナーであった47歳年下の、バーバラ・ハリスと再婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。